六重奏曲変路長調作品6は、ルートビヒ・トゥイレが1886年から1888年にかけて作曲した、感楽器とピアノのための室内楽曲。ボルツァーノに生まれて、幼くして、両親を亡くしたトゥイレは、ギムナジウムで音楽への興味を育んだ。その後、ヨーゼフ・ラインベルガーらに支持し、自らも多くの優れた門人を育てたことで知られる。 リヒャルト・シュトラウスと親しく付き合ったが、先進的で大規模な音楽を試行した親友とは異なり、トゥイレは保守的な作風に泊まり主に室内楽作品に勢力を傾けた。1889年に本作が出版された頃、室内楽ピアニストとして活躍する傍ら、合唱指揮者としても名声を得ていた20代半ばのトゥイレは、すでに大意法や楽器法に卓越した腕前を、 有していたこの作品においても、楽器の取り扱いに優れた技量が発揮されている。曲中で、ホルンが主要主題の提示にたびたび重要な役割を果たすことについては、リヒャルト・シュトラウスやホルンの名手であった、リヒャルトの父、フランツ・シュトラウスとの交流が影響している、可能性も指摘される。妻・エンマに検定。1889年に、 ビースバーデンで開催された音楽祭で初演されたが演奏者の調達にはシュトラウスも尽力したと伝えられている。約28分フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット、ピアノ。ソナタ形式。ピアノのトレモロの伴奏の上に、ホルンが雄大な表情の第一主題を出す。この主題は続いて、クラリネットに、さらに、フルートとファゴットの重奏に。 そしてペザンテのピアノにと受け継がれていく。フレー1第2主題はまずクラリネットに出され、フルートが繰り返す。フレーに覚えによってまとめられると、ピアノが精力的なエピソードを奏し、他の楽器もこれに続く。フレー3ピアノによって新しい素材が挿入されると、まもなくまとめられて、定時部を終える。フレー4展開部では、もっぱら第1主題が扱われ、 フレイ1の範囲域なりや縮小型も現れて十分に展開が行われる。続く再現部は定時部と同じくホルンがそうするフレイ1から始まるが、第1主題は定時部に比べて簡素化されており、手短に第2主題の再現に移る。その後フレイ3とフレイ4を順序通りに聞いてコーダとなる。コーダは主に第1主題から作られているが、 途中で、第二主題も顔を覗かせる。最後は、勢いよく、変度長調の手話音の競争で閉じられる。冒頭からピアノが和音を奏でる中、ホルンが主要主題を提示する。フレーゴフレーゴが、楽器間で受け渡されて豊かに歌われると、ピアノが導入する三連符に乗って変歩単調のフレー、六がフルートに現れる。フレー六フレー六がピアノに移されると大きく。 盛り上がるが、その後落ち着きを取り戻して、クラリネットとファゴットがユニゾンでフレー7を奏で始める。フレー7ホルンがフレー5を再び出すとピアノは細かい音で静かにこれを支える。ピューレントとなってフレー7が出された後、フレー6の断片を回想しながら静かに楽勝を結ぶ。オーボイがそうするフレー8の主題に始まる。この主題が、 各楽器で変わる変わる歌われてゆく。フレー8中間部は、都長長に転じて2倍の速度となり、応声へによっておどけた調子の主題が提示される。フレー9フレー9が発展して、祝祭的な盛り上がりを築いた後、元のテンポに戻って、ピアノがスケルツデフテンを付したフレー8の変形を、回帰させる。その後は、フレー8によって進められていくが、最後はフェルマータで音を。 十分伸ばしてから突如、ピューモッソとなってあっさりと終了する。フルート、オえ、ボエ、クラリネットが小刻みに奏でる和音に合わせ、ピアノが両手のユニゾンで主要主題を弾き始める。フレー10スキルツアンドのエピソードを挟むと、転調して蝶々となり、ホルンがフレー11を出す。フレー11フレー1から、ホルテッシモに達すると音量を落として、 ホルンにより都庁長のフレイ12が出される。フレイ12その後、しばらくフレイ10が発展させられていくと冒頭と同じ、和音の刻みが回帰して、フレイ10が元の形で戻ってくる。さらに変異長長となったフレイ11、ヘ長長となったフレイ12が次々と再現される。一度間を置いて静まり、弱音からフレイ10を用いながら、徐々にクレッシュエンドしていくと、 頂点で奏でられるフルートと大募のトリルを境に、テンポをプレストとし、一気に全曲の幕を閉じる。注釈主典。ありがとうございます。